ある一定の時刻にこの時計がねなるんですけど、で今結構飲み屋街というか飲食店が多い、西側エリアなんですけど、こんばんは。YouTube始まります。今回も。あれ？はい。ちょっとゆっくりになって。はい。というわけで今日はね、倉敷駅前に来てます。まあ、この後ろなんですけどね、もともとは倉敷千堀公園があったというわけですけど、まあ、そのね、デンマークの街並みをね、再現した場所だったんですけどね、今となってはこの商業施設にあるよ、ということになって、でまだ若干ねこの後ろとかも名残があったりしてるんですよね。倉敷駅周辺をね歩いていこうかなと思います。まあ基本的には、なんだろうな、南口かな、これがここは北口なんで、南口方面の西寄りのネオン街をちょっとね、歩いていこうかな。まあもちろん倉敷駅の、中も、紹介したいなと思うんですけど、この西側をねちょっとね探索しようかなと、大体この商店街とかは以前行ったりしたことあったんですけど、この辺はちょっとなかなかまだ触ってないところということで、今日始まります。最後までねよろしくお願いします。ある一定の時刻にこの時計がねなるんですけど、で今ちょっと壊れてると、部品手配中ということで、これがね令和、まあ、今年の10月にね、修復されるということで、もうちょっとの、辛抱だということです。そう比べたら結構ね飲食店が増えたなという感じですね。
この奥と、で倉敷うまいもん村と、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけで、倉敷駅前の、西側のね、エリアちょっとね歩いていこうかなと、思うんですけど、まあなんか閑散としてますね。結構飲み屋街というか飲食店が多い、西側エリアなんですけど、焼肉屋さんあったりラーメン屋さんあったりなんですけど、ちょっと歩いて、行こうかなと思います。お疲れ様でした。今日は岡山駅ではないわ、倉敷駅の、駅前周辺 の、 その西側エリアをね、探索ということで、まあそのなんだろうな、見ていただいた方とかもなんか納得いただけるとは思わないですけど、まあもうこういう感じだということで、もう初っ端からね、この千堀公園の時計台が使えないというか、機能しないというマイナスな部分からやってきたわけですけど、意外とね美味しそうな雰囲気のするご飯屋さんがあったりとか、まあ、その中にね結構女子会とか若い子とかがね集まって利用されてるような感じだったので、意外と穴場実はみたいな部分はあるかもしれないですね。はい、まあ締めぐらいね、このね千堀公園の、名残のようなね、ちょっと公園というか、部分をちょっとね、また歩いていただければなと思います。結構ね、景色いいですよ、本当に。うん。
はい、というわけでまたご視聴よろしくお願いします。それでは、失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。